カラス雑談、自分の目標を決めました。こんばんは、達也です。今日は5月8日水曜日、六三まであと10日です。元旦に情報解禁してからやっぱり一瞬でしたけど、前回の一人雑談は、ブロフェス2ベース終わった翌日かな、更新したのは。確か。4月は本当激動というか、天下布ツアーが4本あって、初のブラスロックフェスティバルを2日間やって、で、多分新しい最新情報も山盛り出して、で、4月27日。最後、自分のワンマンライブでしたけど、もうほんと濃かった。ほんと濃かった。後半の方かな、10日間ぐらい、もう毎日、朝から夜中まで、ずっと詰め詰めで作業してた時もあったし、ほんとやばかった、4月は。で、昨日までゴールデンウィーク利用して、今年か2回目の、長崎に帰ってました。3泊4日で帰ってました。で、またなおさんと会って、お互いのこといろいろまた話したりとか、したんですね。で、今回は地元の先輩と、多分現役引退したすぐ後ぐらいだから、12、3年ぶりくらいに会ったんですね。で、もちろんその先輩と久々に会いたかったっていうのもあるんですけど、実は僕今年のお盆に、同級生とあと先輩を、集めてお誘いして同窓会をやる計画を立ててるんです。僕ね、前も一人雑談で言うたかな。同級生とね、絡むことがね、なかったんですね。もうないに等しかったんです。等しかったんですね。もう、一個上の先輩とばっかり遊んでたりとか、もしくは、学校の外、中学の連れとか、もうその中学の連れのまた連れとか、外の友達ばっかり遊んでたんですね。で、確か、前々回の雑談で言ったと思うんですけど、今年の正月に長崎に帰った時に、すごく久しぶりに同級生と5人ぐらいですけど集まって、なんかそれが、めちゃくちゃ新鮮だったんですね。で、その時に僕が、俺が先輩に声かけるから、なんか、みんなで集まってみようか、みたいなことを提案したんです。多分そんな集まり今までなかったと思うんですね。で、それを自分が提案したんです。で、今回、ゴールデンウィークに長崎帰った時に先輩呼んで、今話したようなことを先輩に話したんです。はい。どれくらい集められるかわからないですけど、自分の中でね、なんかこれも一つのなんか企画というか、楽しい集まり作れたらなーって思ってるんですけどね。ちなみに、去年で、2024年のテーマの一つとしてね、おやつ最低でも2回、目標は3回会うって決めてたんです。で、多分それ、クリアします、今年。お盆に、その同窓会のことで多分帰るし、9月にね、今度親をね、久しぶりに京都に呼ぼうって思ってるんですね。もしかしたら、4回会える
かもしれないです。はい。で、ここから今日の本題なんですけど、先輩とね、話してるときに、なんか10年後、20年後って何してると思うって聞かれたんです。で、それに、なんかね、答えれなかったんですよね。うん、で、去年、僕の、アコースティックソロサポートメンバーのマーフィーにも同じようなこと聞かれたんです。なんか音楽活動の目標みたいなのありますかみたいなこと聞かれて、答えれなかったんですよね。なんか自分が手掛けてるいろんな仕事、ビジネス、例えばクローミュージックでマネジメントやサポートしてるアーティストに関してとかだと、なんかこういう展開でとか、なんかこんな感じでって、多分ね、いくらでもアイディアが出るというか答えられると思うんですね。で、クロックハンツとか、ジールとか、あと、クロミ塾でやってるいろんな他のことに関しても、先々のビジョンとか、やってみたいことって、もう山盛りあるんです。もういくらでも出てくると思うんですけど、自分のことってなるとね、なんか全然出てこなくて、で、先日先輩に聞かれて答えられなくて、なんかその後ね、なんか昨日まで、なんかぼんやりと、なんかやっぱ考えてたんですね。で、多分ですよ。今の自分は、自分のためというよりかは自分が手掛けてるいろんな仕事に関わってる人たちのためになんか生きてるんじゃないのかなってなんか思ったんですね。なんか自分が関わってる人たちとか、それを応援してる人たちとか、そういう人たちを笑わせるのが生きがいというか、そういう人たちが笑ってるのを見てると、なんか自分が満たされるというか、多分そっちの方にばっかり頭というか意識がいってるんだと思います、今は。だから自分個人の目標を聞かれたりすると、なんか空っぽなんかなって思うんですよね。どうでしょうか。でね、これに昨日気づいてからっていうか、なんかこういうことを思ってからが、こっからがめっちゃ俺っぽいねんけど、今年の自分の誕生日までに自分の目標を作るというのが今の目標です。はい。なんか自分自身のね、目標を決めてみようと思ってます。はい。では宣伝です。もうすぐ六三日です。5月17日の前夜祭2会場と、18日の雨村本祭六三日と、5月19日京都高野祭の計3日間、ただいまチケット発売中です。で、六三日 T シャツも、先行受付開始しました。で、今回ね、 T シャツ1枚の売り上げから500円を令和6年度能登半島地震災害義援金へ、寄付させていただきます。ぜひよろしくお願いします。あとですね、4月27日の僕のワンマンの時にね、撮ったチェキが少し残ってるので、これオンラインショップで販売します。今回結構漏れてます。詳細は概要欄に記載してますので、ちょっと面白い特典もつけるので、ぜひチェックしてください。はい、今夜は以上です。達也でした。おやすみなさい。